こんばんは、ゆうかです。来週美容院に行って髪を短くしてこようと思っているので、この長さの私が見れるのはこの動画が最後になるかもしれません。皆さんはロングヘアとショートヘア、どちらが好きですか？さて、今回の動画は週末のガンプラ発表会にご投稿いただいた作品のうちのまだご紹介できてない作品をご紹介していきたいと思います。すでにパート1、パート2の動画は上がっておりますので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。今回も皆さんの個性ある素敵な作品をご紹介してまいりますので、投稿してくださった方もそうでない方もぜひ楽しんでいってください。それでは本編をご覧ください。今回も私が投稿を確認できた順番にご紹介させていただきます。45人目はベストオブ太ももさんです。550分の1というスケールのキットもあるんですね。びっくりです。シルバー下地にクリアレッドでキャンディードッソーっぽくということで、ツヤっとした仕上がりでとっても綺麗だなと思います。元のキットの色合いとは全然違うので印象も全く変わりますね。あまりにも綺麗な赤なのでシャアが乗っていると勘違いしてしまいそうです。後ろのネオジオンのエンブレムも映えてとっても素敵だなと思います。こだわりには書かれていませんが、後ろのファンネルの部分も改造されているのでしょうか。ピュッと出てる部分がすごく金属っぽくってメカニック感あふれてとってもかっこいいなと思います。46人目は秀樹さんです。最近ガンプラを始めましたということで、私も以前作ったことのあるモビルハローを投稿してくださいました。しっかりサビが垂れている表現も書かれているので、とてもプラスチックには見えないですよね。ハローの部分にろうそくを入れてみるっていう発想はなかなか思いつかないので、これは秀樹さんだから表現できる不思議な世界観に仕上がっていますよね。ハローの方はというと、初めてのラップ塗装に挑戦したということで、こういう塗装の方法があるんですね。ボディの部分のサビの感じとは打って変わってツヤっとした質感で、その質感の対比も面白いなと思います。こういった自分のオリジナルの世界観をガンプラで表現するっていうのはセンスがないとできないなと思うので、私も今後身につけていけたらいいなと思います。47人目はジョークソン・ユーさんです。ダブルオーガンでも見たことありますかということで、私はちょっとだけ見たことがあります。塗料を全部メタリックにして塗装されたということです。メタリックな塗料ですとキラキラしているので、光の加減によって見え方が変わるので、いろんな角度で楽しむことができそうだなと思います。マスターグレードなのでサイズも大きいですし、これだけキラキラしていたら存在感も抜群でしょうね。マスターグレードというサイズ感なこともあってか、プラモデルではなくて既製品で売ってそうな高級感がありますよね。メタリックな塗料を選んだのも GN ドライブの粒子をイメージしてということで、アニメの設定も意識して作っておられるのが、この北への愛が伝わってとっても素敵な作品になっているなと思います。48人目は数々77さんです。 Twitter 初心者なんでということで、わざわざこのイベントのためにもしかしてアカウントを作ってくださったのでしょうか。でしたら本当にありがとうございます。グーフライトは元の色合いもとっても素敵だなって私は思っているんですけれども、数々さんのグーフライトはグレースケールでまとまっていて、とても上品に仕上がっているなと思います。ただの白黒じゃなくて、胴体の部分は若干赤っぽくされていたり、縦の部分は青っぽくされていたりと、細かく色の設定を考えて塗装されているっていうのが素晴らしいなと思います。普段私は艶消しのスプレーを最後仕上げでかけるんですけれども、その艶消しよりもずっとザラザラ感の質感が出る艶消しをされていて、一体どうやってこの艶消しをされているのかとっても気になります。 Z
08の世界観にも合っていて、とってもかっこいい一作だなと思います。49人目は白虹さんです。忍者っぽく作ってみたということですけれども、全体的な色合いと肩の部分にメッシュ地が出ているような作りと、首元がスカーフのように見える造形をされていて、本当に忍者っぽいなと思います。手もちゃんとこういう風にされていて、ハイグレードではこういった手の作りないと思うので、改造されたんでしょうか。すごくこだわりを感じますね。シールドも本体と合わせた色味に塗装をされて、かつこの形にされているからか手裏剣みたいに見えて、一層忍者っぽいなっていうのが強調されるアイテムになっていますよね。テーマや世界観を決めてここまで作り込まれていて、とても素敵だなって思います。50人目は TMK さんです。コロナとゆうかさんの影響で始めましたということで、私が少しでもガンプラ制作のきっかけになれてとっても嬉しいです。私と同じ頃に始められたと思うんですけれども、なんでしょうこの実力の差は。色の塗り分けもしっかりされていますし、塗り方がお上手なんでしょうか、金属っぽさもしっかりあってかっこいいなと思います。モノアイも付属のものではなくて別で付けられているのではないでしょうか。ガンプラを作り始めた頃合いが同じはずでも、私ではこんなかっこよく作れないので、ちょっと悔しい気持ちがふつふつと湧いております。よく見るとダクトの部分も何か入れてらっしゃるんでしょうか。メッシュのようになっていてすごいなと思います。私も負けてられません。もっと頑張ります。51人目はリュウさんです。いや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 、すごくないですか。めちゃくちゃ作りが細かいです。ほんとどうなってるんでしょう。筋彫りの追加やプラ板などによるものなんでしょうか。ディティールアップが凄まじいです。色も細かく塗り分けられていますけれども、バランスの取れた色調でシンプルだけれども豪華な仕上がりになっていて、とってもかっこいいなと思います。どこから見てもかっこよすぎて、この魅力は私のボキャブラリーでは伝えきれない。すごくすごくかっこいいです。とても元々がプラモデルとは思えません。まるで金属でできていて高値で売られているおもちゃ、おもちゃっていうのもおこがましいですけれども、オブジェ、もうほんとそんな感じですよね。何年かかるか何十年かかるかわからないですけれども、こんなかっこいいガンプラを作ってみたいなって思います。52人目は岡谷海さんです。岡谷海さんでしょうか。すいません、発音が間違っていたらごめんなさい。鉄血のオルフェンズ最終回のワンシーンをイメージして作成しましたということで、私はまだオルフェンズ見れていないんですけれども、片腕がなくなっていたり頭のアンテナ部分が破損していたりと、このバルバトスがこれまでたくさん戦ってきたんだなというのがよくわかります。土台部分も土のような表現がされていて、ポージングも躍動感があって、まさにアニメの一場面を切り抜いたみたいです。戦って汚れたモビルスーツってとってもかっこいいですよね。私も早くオルフェンズの本編を見て、こういった泥で汚れたような表現もいつかしてみたいなって思います。53人目はカッパ巻さんです。テッカテカやでとこだわりに書いていただいている通り、メタリックな色合いのテカリっていう感じで、色合いもまとまっていますし、とても綺麗だなと思います。こういう色合いにするためにはどうやって塗装されたんでしょうね。とても気になります。今回は1枚だけでご投稿いただいたんですけれども、とっても綺麗な塗装ですので、ターンテーブルに乗せてくるっとして見せたらとっても綺麗なんじゃないかなって妄想して作品を見させていただきました。54人目はナカシーアットデモドリオスタンモデラーさんです。設定画や自分の持てるイメージに近づけるようにいろいろと加工をされているようです。とても綺麗に塗装されているから、どこを加工されているのか一瞬わからないですけれども、投稿いただいた写真の中で加
行中の写真もご投稿いただいておりまして、いろんなところに手を加えてスタイルを変えていらっしゃることがよくわかります。こういったこととっても手間なので、本当にガンタンクへの愛がないとできないことですよね。その上で塗装もしっかりされて、かつキャタピラと土台の方の部分には砂汚れのようなウェザリングも施されていて、とても作り込みがされていて、かっこよく仕上がっているなと思います。55人目はブルースさんです。ガンダムグシオンリベイクフルシティ、カタカナが苦手な私にはとっても読みづらかったんですけれども、こういったモビルスーツもあるんですね。調べたらオルフェンズに登場するようです。こちら塗装もされてウェザリングもされているんでしょうか。それぞれの縁の部分が濃くされているので立体感があってとってもかっこいいです。手に持っている武器もハサミみたいで面白いですね。表面の方に白っぽくザラッとした質感が出されているんですけれども、こういった質感の出し方どうやってやってらっしゃるんでしょう。金属が劣化してポツポツとザラザラとしてきたっていう質感が表現されていて、とてもかっこいいなと思います。今後はダメージ加工にも挑戦されるということで、そちらもきっとかっこいい仕上がりになるんじゃないかと期待しております。56人目はサクさんです。2体のプチッカイの兄弟の作品になっているようです。どちらもスチームパンク風でとってもかっこいいです。お兄ちゃんの方はおっとり、妹ちゃんの方はちょっと攻撃性があるんでしょうか。そういった設定があった上で細かく作り込まれていて、パッと見は可愛いなかっこいいなっていう軽い感想になってしまいそうなんですけれども、よく見ると本当に作りが細かくって、技術がないと作れない作品だっていうのが伝わります。私はスチームパンク好きなんですけれども、こういったものの組み合わせっていうのはセンスがないとできないと思うので、プチッカイっていう可愛いキットを使っておられますけれども、センスもスキルも持ち合わせているとってもすごい作品だなって思います。このテイストで何体か兄弟が複数いても並べて飾ってとっても可愛くなるんじゃないかなって勝手に一人で妄想してしまいました。57人目はタグさんです。いつもコメントくださってありがとうございます。まだまだガンプラを始めて日が浅いですがっていうことですけれども、ベテランの方が作る作品のようにしか見えません。今塗装する前の素組みの状態のキットのレビューのサイトを見ているんですけれども、全然別物です。こだわりポイントの文章がかなり謙遜されて書かれていることがよくわかります。元のキットの方はかなりつるっとしているのに対して、ここまで情報量を作り込んで載せていけるっていうのは本当に技術があるからこそできるんじゃないでしょうか。これだけ素敵な作品を作っておきながら失敗点ありますがということで、タグさんの向上心本当に見習わせていただかないとなと思います。今後の作品ももっともっと素敵なものを作られるっていうことなんでしょうか。今後の作品も期待しております。58人目は京次さんです。2つのキットをニコイチでプロトタイプマーク2をイメージしてみましたということで、ミキシングの作品になっているようです。一見マーク2かなって思いきや、スタイルが比較してみると結構違うものですね。まさにプロトタイプといった言葉がふさわしい作りになっております。青、黄、赤のそれぞれの色も塗装されてるのかなと思うんですけれども、ビビッドな色合いになっていて素敵だなと思います。太ももに筋彫りを追加されていらっしゃって、ここの追加をするだけでも随分印象が変わるんですね。グッとメカニック感が上がっているように思います。一部だけでもこれだけ変わってくるのでしたら、私も早々に挑戦してみたくなりました。59人目はヒロさんです。
使用キットのビヨンドグローバルガンダムは私も以前作ったんですけれども、ヒロさんの作品を見させていただきますと、パール塗装をされているからかスタイルもシュッとして見えます。元々のキットの色味がくすんだような色味だったんですけれども、ずいぶんイメージが変わってくるなと思います。全体的にメタリック塗装されていて統一感があって素敵ですし、個人的には黄色い部分をゴールドに変えていらっしゃる、このゴールドの色味が落ち着いていて派手すぎなくてとっても素敵だなって思います。60人目はゼットンアットチームガリュウさんです。ジムナイトシーカーとってもかっこいいですよね。私も欲しいキットの一つなんですけれども、ゼットンさんの作品はバイオレットカラーに塗装されたということで、明るいところでこうして見る分にはとても目立つ色合いだと思うんですけれども、これ夜に飛んでこられたら絶対に見えないですよね。使用目的を考えて色合いも自分の中で新たにするっていうのは、このモビルスーツに対するリスペクトを感じますよね。よく見ると細かく六角形の模様が描かれているように見えるんですけれども、筋彫りで追加されているのかどうやって作られているのか気になります。こうした細かい手間の一つ一つがこちらの作品をぐっと魅力的に見せているんだろうなって思います。とってもかっこいいです。61人目ですが、すいません、撮影の時に誤って飛ばしてしまいました。次回の動画で必ずご紹介させていただきます。62人目はナシゴさんです。シナンジュの背中のパーツを分解してギルググとミキシングさせましたということで、肩のここの部分にくっついているということなんですね。羽が生えたようなデザインでとっても新しい発想だなと思います。塗装は筆塗りでされていらっしゃるようなんですけれども、筆の質感がとても温かみがあって素敵だなと思います。もともとは2つとも赤いキットですけれども、ライバルのシリーズ前半の専用機をイメージして作られたということで青色に変えられたのかなと思います。カラーリングもミキシングのデザインもこの筆の質感も全てナシゴさんだからこそ作れる唯一無二の作品になっていて、とても素敵だなと思います。63人目はクロウサギさんです。プロポーションの変更等は一切なしの全塗装のみですが、スプリッター迷彩にしてみましたということで、迷彩っていうとこうまだらになっているような印象しかなかったんですけれども、こういった迷彩の方法もあるんですね。迷彩で切り取られたような部分の中にも色が塗り分けられていて、とても細かく作り込まれているのがよくわかります。こういった大きく模様を描くような塗装ですとセンスが試されるなと思っていて、私は怖くてできないんですけれども、模様が目を引くにもかかわらず派手すぎないで全体に馴染んでいて、とても上品に仕上がっているなと思います。元のキットの色味とは全然違うんですけれども、こういった色味のこの機体で作中に出てきてもおかしくはない、とてもかっこいい一作になってるのではないでしょうか。64人目は王熱烈さんです。お名前の読み方合ってますでしょうか。ゴールデンウィーク中に何度かできましたということで、3機とも短期間で作ってくださったそうです。私もこちらの一つは作ったことがあるんですけれども、素組みで組み立てるのも大変だったのに、それが3機な上にきちんと塗装、墨入れ、艶消し全部されていて、とても時間をかけて作ってくださったんだろうなと感動しております。勝手にこの企画のために作ってくださったのかなと思ったんですけれども、もし違ったら思い上がりで本当に恥ずかしいです、すいません。うちにあるオルテガ機はまだ素組みの状態で保管されているんですけれども、こうして塗装をされている作品と比較するとやっぱり段違いでかっこいいなと思います。私も早く手をつけてあげなきゃとちょっと火をつけられました。頑張ります。65人目はマッチピーさんです。ジム3をプロトスタークジェガンの試作機にしたらという想定で作
作ったということなんですけれども、この2つを組み合わせようっていう発想を思いつくのが私にはできないので、とてもすごいなと思います。シルエットもとてもかっこいいですし、色味も落ち着いていて、こういった機体が実際にあるように感じます。武器もたくさんあってとってもかっこいいです。2つのキットを組み合わせているわけですから、このたくさんの武器もドッキングさせるのにいろいろ加工をされているんでしょうか。きっと大変だったんじゃないかなと思います。頭を変えるだけで印象も随分変わりますけれども、こういった楽しみ方ができるのもミキシングの魅力なのかなと思います。私もいつかミキシング挑戦してみたくなりました。66人目はタク .M さんです。お名前読み方違ってましたらすいません。オリジンガンダムも G3 カラーに塗装されているということなんですけれども、水色の部分がサイドが明るくてとても綺麗な印象の作品になっているなと思います。センサー、ツインアイ、ビームサーベルは蛍光塗料を使用していらっしゃるそうで、 UV ライトに当たると本当に光っているように見えます。LED ライトを仕込んで実際に光らせるっていう作風は今まで見てきたんですけれども、蛍光塗料でこうして光らせて見えるっていう方法もあるのはとっても勉強になります。暗いところで実際に肉眼で見たらもっと一層かっこいいんでしょうね。写真のポージングも決まっていてとってもかっこいいです。というわけで今回は週末のガンプラ発表会にご投稿いただいた作品の続きをご紹介させていただきました。気になる作品がございましたら、動画内に掲載させていただいております Twitter の ID をぜひ検索してみてください。その方の他の作品が Twitter 上でご覧いただけるかもしれません。次のパート4で週末のガンプラ発表会にご投稿いただいた作品のすべてをご紹介できる予定です。投稿いただいてからだいぶ時間が経ってしまって本当に申し訳ございません。まだ紹介されてないよって方は次の動画をあとちょっとお待ちください。最後まで見てくださってありがとうございます。チャンネル登録まだしてないよって方はよかったらぜひチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ライブ配信でポニーテールも見てみたいと言われていたので、最後にポニーテールをしてみようかなと思いました。はい、顔がまん丸です。せっかくなので後ろも見ていただきたいんですが、遅れ毛が一束思いっきり出てます。不器用すぎる。